なんかの記事かインタビューかで読んだら、なんかピラをされたのがきっかけでちょっとピラティスを学び始めたみたいな。それはなんか怪我っていうのはどういうもの？腰痛です。まあ怪我というか、もうずっと持病というかね、腰痛持ちで、今ももちろん完治はしてないっていうか、調子になることはしばしばあるんだけど、もう腰痛最初にやったのはね、高校生の時。じゃあ10代の時に？そう。18ぐらいで初めてぎっくり腰っていうのを経験して、普通ぎっくり腰って10代でやるもんじゃないよね。やるんですか？なんでなんだろう。いやもうね、体の使い方を全く知らない上に強引な勢い任せの踊りをしていたので、そりゃあ怪我するって体痛めるよっていう感じの踊り方だったなってすごい思って。そういう年でもなるんですって。だからパワフルなダンスとか若さもあるし、グワッて勢いと、あともうね、不摂生不摂生だね。睡眠不足、もうあれが一番の原因だったんじゃないかなと思うね。とにかく寝る時間を削って練習をしてた人なので、もう睡眠こそが何より大事だったのにって振り返ると本当に思う。でその18で怪我っていうか、初めての腰痛をして、そこからもうぎっくり腰を繰り返すようになって。ああそうなんですね、癖になっちゃったんだ。そうそうそう。でもう周りの先輩方からも、ああやっちゃったんだみたいな、もう腰痛はね付き合っていくしかないよみたいな感じで言われて、これとやっぱ付き合っていくっていう意識だったので、そのままずっとだから小田さんの現場入ってばっかりの頃も、もうすでにだからあったってことですよね。そう、もう地方で病院からこんなこともあるし、あるツアーはもう毎回痛み止め飲みながら把握してもらって1ツアー回ったこともあるしそう。でもその次のツアーの時にリハ期間の前に一番こういうひどい痛みが出ちゃって、本番はツアーって始まれば週末2日間だけなんだよね。土日っていうスケジュールがほとんどだから、その2日間乗り切れば5日間休んでってできるけど、リハ期間ってほぼ1ヶ月毎日フルで踊らなきゃいけない。リハ期間が結構詰まってますよね。そう。でそのリハの期間のちょっと前、もう来月からリハが始まるっていう時にコンディションが悪すぎて、もうめちゃめちゃひどい腰痛が出てしまい、うわこれで1ヶ月ちょっと乗り切れないかもと思ってどうしようって。でも出るって言っちゃったし、もう今からやっぱり無理ですなんて、もうオファー受けたのに絶対言えないし、やるしかないって思ってリハ初日を迎えたんだけど、そのリハ初日でやっぱり無理だって思いながらどうしようって思って。っていうのを気づいた正雄さんから連絡が来て、「お前本当にやれんのこの1ヶ月」って。でもしここで無理してダンス人生終わるなんていうことがあるならば別にいいよ、このツアーやるお前はきっと責任が強いしオファー受けたからやらなきゃと思ってんだろうけど、いいよ別に今から無理ですって言ってって連絡が来て。一晩泣いて悩んでどうしようって。でも一度受けたオファー、しかもリハが始まってるのに今から取れませんなんて、そんなこともう絶対言っちゃいけないと思って、でもきっと二度と現場にも呼んでもらえないだろうし、すごいですよねって思ってどうしようと思ったけど、でも出ないっていう選択肢を取るしかないなってその時は思って。そうで、もし私が出れないってなって他の方に誰か出れる人探すってなるじゃない、でそこで出れる人がもしすぐに見つかるんだったら今回は出ないってしますって。もしもう誰か見つけるのが大変ってなったらもう毎日注射打ってでもやりますっていうふうに返事をした。おいくつぐらいの時だったんですか？26かな、5かな、6かな。後半ね、激痛が、でもそれはもう針治療やっても、もう何やっても効かないっていう感じだったんですね。それまでももう週に3日治療に通うみたいな生活をずっと、それで明日もなんとか踊れるみたいな。そのツアーはどうしたんですか？そのツアーは結局オーガールのななこちゃんがすぐ出れるって言って、じゃあななこちゃんにお願いしますますって言って、そのツアーは出ないことになって、そこから3ヶ月間ぐらいレッスンも全部なし、収入ゼロ割りだけっていうのをそう3ヶ月ぐらい続けて、でその期間に断食に行き、断食急に修行僧みたいな1週間伊豆へ断食に行き、断食施設にちゃんと入って断食して、でそこから食生活を見直して睡眠をとるようにしてピラティスを始めたんです。あ、そこなんだ。だから20代後半で本当にそういう限界まで来てた私と付き合うために、ちょっとまあまさおさんの一回もう本当に動けなくなっちゃったんだよね。そう、だましだましやれてたのがもうだませなくなって、これはもう一回なんか自分の体を見直すしかないっていうところにそう行き着いて、そこでピラティスっていうものはどこで？そう、友達が通ってて、私その時からあったんですね、ピラティス。あったの、そうなの。ちょうどでもね、流行り始めたというか、日本でもピラティスっていうのをまあ耳にするようになってきたなぐらいの時期で、東京早いですもんね。私なんかヨガとかはすごい聞いたことはあったんですけど、モデルさんがやってるみたいなね。ピラティスっていうのは私はママになってからというか、周りでやる人がねいらっしゃって増え始めてるのかなっていう印象だったんですけど、友達がやってる子がいて気になるから私も連れてってって言って連れてってもらって、どうだったんですか？いやもう何だったんだろう、もう体がねもう一気に変わり始めたんだよね、ピラティス始めて。でそれまではこの腰痛と付き合っていこうっていう意識だったの。そうですよね。でもそこからもう一から直そうっていう意識に変わったんだよね。そう、やっぱね、そこまではね直そうって思ってなかったんだよね、直せるとも思ってなかったし、でもピラティスやってみたら、あ、これだったら体みるみる変わるわってすごい実感して、もう一から体作り直そうって思って。なんかピラティスってすごいこうヨガよりかは筋トレの要素がなんか多いのかなんか、そう、もともとリハビリというか体を治したり整えたりすることが目的で、腰痛でもそれはこう鼻よりは入ってくるんですか、腰痛改善みたいな。もう全身整える体のコントロールができるようにするのが最終的な目的というか、自分の体をちゃんとコントロールして動かす、脳みそをめちゃめちゃ使う、ダンスにものすごい直結するんだよね。ああ、あのダンスのこういう振り付けってここを使えばよかったんだみたいなのがもうどんどん分かってくるの。それ実際にピラティスもやり始めながらダンスもね復帰したと思うんですよ、そういう大きなステージ。その春のツアーをごめんなさいと断って3ヶ月間、夏が過ぎ、秋からピラティスを始め、その年の12月の舞台に戻れたのよ。あ、1年かからず。そう、その12月にあるライブに復帰させてもらったんだよね。ピラティスすごくない？そうなんですよ。でも本当にね、だからね、みんなやって。そうですね。本当に。だからストレッチの中にこう取り入れるとか、まあストレッチの。そう。だから私のそこから私のレッスンのアップはピラティスがベースになってるんだけど。そうなんですか。それでね、実際そのもうだいぶ限界かもっていう腰痛からその大きなステージの復帰もできたっていう説得力がありますよね。そうなんです。そんなにすごいものだったんだ。私腰痛を経験したのがダンサー人生の時はなかったんですよ、正直。なくて、若かったし筋肉もゴリゴリについてたから無茶しても大丈夫だったなと思うんですけど、子供を産んだ後、25で産んだんですけど、その後に初めて腰痛になったんですよ。育児なんですけど、だから私の場合は抱っこ、抱き上げなるよ、抱き上げで初めて腰痛というものを経験して、こんなに痛くて大変なんだっていうのを思ったんですけど、コロナのステイホームの時に結構会長さんがピラティスをインスタライブで配信されてて、そうなのとかでもちょくちょく行ったりとかして、ピラティスっていうものがあるんだっていうのをね、こう母になってから知ってこうやるようになったというか、気持ちいいですよね。ぜひぜひ当にやって本当にやってください。これでまたピラティス始めたところから私のピラティスの師匠がいるんだけど、師匠ナタリーさんっていう、その人ももともとダンサーの方で、そう、ついね、数ヶ月前に北海道に引っ越してしまったんですけど、体と食事の関係性だったり環境のこと、もうね、聞けば何でも返してくれる人なんだけど、その人曰くダンスが上手くなる魔法だよっていうのよって言ってた。そうなの、ピラティスはね、ダンスが上手くなる魔法なのってでも本当にそうだと思う。まあ、若い時はやっぱそういうのあんまり考えない子もね、多いと思うんですけど、やっぱこう長く続けていきたいなって思う人もね、これだけダンサー人口が増えたら増えていくと思うんですよね。それ長く付き合いたいこの体とっていう意味では、ピラティスっていうのもね、すごい大切になってきますよね。そう、まず怪我が減るし、怪我をしても回復が早くなるし、てかね、そもそも踊って疲れなくなる。マジで最小限のパワーで動けるようになるから、とにかくおすすめなんです。ダンサーの皆さん、ピラティスやってください。これ結構助けられたんですね。いや、もう本当に人生、もうガラリと変わったっていう感じ。自分の踊りもそこからの踊りの方が好きだし。あ、そうなんですね。ええ、いろんなライブパフォーマンスも見に行きましたけど、本当にね、隊長さんかっこいいです。今ここ穏やかに話されてますけど、うわーみたいな感じじゃないですか。別人なんです。別人なんですよ。それをね、僕らはそんなキャラじゃないんです。ギャップがあってとても良かったんですけど、私はお声掛けしやすかったんですけど。ダンサールーツの質問最後になるんですけども。はい、今、2人お子さんを生まれて、独身の時とまたね、生活スタイルも違うと思うんですけれども、ダンスのお仕事っていうのは、今どのようにされてるのかっていうのをちょっとお伺いしていいですか？1人目を産んだ後は、レッスンが復帰して、まあ、数はね、昔ほどじゃない、本当に週1本しか結局やれなかったんだけど、レッスンは復帰して、今もまあレッスンは落ち着いたらやりたいかなっていう気持ちはあるんですが、自分がね、仕事として舞台立つのはもうできないかな。でもダンスは趣味で一生続けるが目標やめないです。ダンスはもちろんやめないです。でも趣味かな大好きなダンスをまあやめることはないけれども、続けていくんですね。ピラティスもなんかクラスはあるんですか？レギュラーのクラスは今やってないです。けど細々と実は自宅でパーソナルをやっていて、あ、そうなんですね。本当に細々と。そう、あとまあでもオンラインとかもパーソナルは実はやってます。おお。全然白いって感じでしょ。もうちょっと広告しましょうか。そうなの、全然。急にやってませんか？インスタネスがもう急にやってる、急にやってる、やってたんかみたいな。あんまりこうレッスンとか皆さん一緒にやりましょうとかじゃ、暇だからやろうみたいな感じ。それがね、また会長さんのいいところでもありますね。いやいやいや、もう夢はあるんだよ。お、自分で城を構えてピラティスとその施術をやる、ちっちゃな部屋、ちっちゃなボディケアルームをやることが実は夢だったりするんだけど、でもその夢を叶えるのは50代でもいいかなって思ってるって感じ。あ、じゃあもうゆっくりこうハイペースではなくて長い目で、そう、子供が高校生くらいになったらぐらいな感じ。子供が手離れた、でもそれができる仕事なのよ。そのセラピストとピラティスの指導者って50、60、70でもできるんだよね。だから人生尽きるまでやりたいことはあるって感じ。そう、やりたいことはちゃんとあって、でその中でダンスは趣味としておばあちゃんになっても続けれたなっていう感じ。めちゃくちゃ素敵ですよね。こう若い時に大きなステージでバーってこう走ってきて、その怪我のね経験もあるからこその手に職をつけたというかね、伝えられる技術もありますし、分かってあげられるその怪我の大変さもあります。本当に怪我してる時の感じはもちろん経験したくないことなんだけど、でもね、怪我からは学ぶことしかないと思っていて、本当にだからもし若手の方で、まあ怪我だけじゃなくね、怒るじゃない、いろいろ健康面とかですか？うん、なんでも若い時っていろいろ起こるじゃん。メンタルも怪我も思うようにいかないこといっぱい起こるじゃないですか。それは本当はもうその渦中にいる時にはもうこんな経験したくないと思うんだけど、まあ学ぶことしかないよね。それをね、そっちに変える力っていうのがね、なかなかパワーはいりますけれども。いや、ありがとうございます。とってもね、皆さんね、こう参考になったんじゃないかなと思います。怪我で苦しんでる人は、いくらでも体は変わりますから、怪我で諦めなきゃいけないなんてことはない。ないわけじゃない大きな怪我も中にはあるとは思うんだけど、でもそこからは得られるものしかないと思っています。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。ではね、会長さんには引き続きモノトーク編の方も聞いていきたいので、はい、ダンサー別編のご質問最後になります。どうもありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。